維持、一度も負けることなく海に消えた奇跡の姫、鶴姫召喚。鶴姫の恋人であり、鶴姫と共に戦い、単身で大軍に爆薬を背負って突撃、我が身を武器に敵を破った悲劇の武将、越智安成召喚。それでは我らを召喚するとし、平安時代最強の女武者、木曽義仲の愛人武士、その思いとどまることを知らず、巴御前召喚。お一人ということでしょうか。2対1では不利だな。もう一人用意しておれ。もう一人、いでよ義経。その神がかりの遊んで平家を海に葬った男、源の九郎義経。また声召喚。この世に残した思い、未練のこと。義経の場合は平家抹殺、それだけだった。平家の血筋の者は一人も生かさず、それほどこの男は平家を憎んでいた。この男が我に従わず生命に走ったのは、我が平家の棟梁である平将門の血を引いていたから。その平家の思いを全てにあった。ここにおるのはただ戦うだけの鬼だ。義経の形をして義経ではない。こんなことはどうでもいい。こいつとは組まぬ。こいつを殺せ。この試合全員が同時に戦っても、連闘場の中でも外でもどこで相手を倒しても構わぬ。巴、義経が憎ければ倒してみよう。ただし、いくら魂を抜こうとしても、この者の場合すでに魂はない。今宵最後の連闘会を行う。仰せの通り、この戦いに全ての制限はない。究極対戦として取り組む。考えは容易な。始め。Thank you.
やつらに。敵を生命だけではなかったのか。こうさまめ。霊、戦、妙。絶えぬ命、その思いを起こせ。これまた死にない姫、もはや私は自由なのです。大三島からも大堀からも、そしてあなたからも。せいせいしたわ。